保全経済界の休業を宣言する伊藤正富伊藤正富は昭和時代の経営者保全経済会理事長1915年日本統治時代の朝鮮富山で生まれる12歳の時に家族と東京へ移り住むその後カバン職人の店に奉公し1936年に独立支店を持ち高級カバンを作り売り出したしかし 戦時経済体制が進み、写真品禁止令が出たため店は廃業に追い込まれた。廃業後は、富国徴兵保険の外交員になった。この間1940年に伊藤家の養子になり、朝鮮籍から日本籍へ変えた。戦後の1948年特命組合、保全経済会を設立する。保全経済会は、後輩党を歌い文句に投資を行ったが、 経営基盤は脆弱だった。しかし、朝鮮戦争による特殊景気で株価は急騰したため業績が伸びた。1953年のスターリン暴落で株価は急落。保全経済界は経営に行き詰まり、10月に休業に追い込まれた。翌年1月伊藤は詐欺容疑で逮捕された。その後起訴され、懲役10年の刑が確定した。保全経済は、 政治家を顧問に迎えていたため、顧問の平野力造は国会で承認喚問を受けた。ありがとうございます。